見ただけで旅気分、日本の温泉。ご覧いただきましてありがとうございます。今回は群馬県利根郡みなかみ町みなかみ温泉にやってきました。みなかみ温泉は利根川の渓流沿いに旅館が軒を連ねる温泉地。昔ながらの温泉街にはお土産や遊戯場、飲食店などが並びます。温泉の発見は戦国時代の16世紀頃と言われ、草津、伊香保と並んで群馬を代表する温泉地です。谷川岳の雄大な自然に囲まれ、夏はラフティングやサップ、冬はスキーと四季折々のアクティビティが楽しめます。本日お世話になるお宿は、谷川岳を望む利根川源流に立つ4つの源泉を持つ温泉宿、加水なし源泉かけ流し温泉を使用した2つの大浴場、3つの露天風呂、5つの貸切風呂で湯めぐりが楽しめる。ここは源泉湯の宿松の井。谷川岳尾瀬を望む太平洋に注ぐ利根川源流のほとり、関東の奥座敷みなかみ。東京から新幹線で約80分、 JR 上毛高原駅よりバスで25分。豊かな湯の恵みに浸かって贅沢な時間を過ごします。源泉湯の宿松の井さんに到着です。可愛いスタッフが出迎えてくれてチェックイン作業です。こちらは有料色浴衣のレンタルコーナーです。客室数232と大きな旅館ですが、それ以上にファミリーが多いことに驚きます。ラウンジなど休憩スペースもとても広く用意されています。ファミリーが多いので客室数以上に人の多さを感じます。今回私たちも6名でお世話になります。チェックイン作業も混み合いますので余裕を持ってお越しください。1室5名までのお部屋はよくありますが、6名となると探すのが少し大変でした。広い館内は迷子になってしまいそうで少し不安です。水路などもゆとりを持って設計された昔ながらの大きな旅館、リニューアルされている箇所が多いので古さは感じません。エレベーターからは紅葉で彩られた美しい日本庭園を見ながら登ります。時には上越線の電車も見ることができます。今回はエレベーターのすぐ近くのお部屋をチョイスしました。お年寄りが同行される場合、この近さがありがたいですね。部屋の天井はちょっと低めに感じますが、畳も綺麗で広々としています。やっぱり気になるのは窓の外。美しい日本庭園が広がっていて、四季の移り変わりを楽しめそうです。ベッドは2台配置されていて、その他は畳にお布団を使用することになります。清潔に清掃されているので快適な癒し時間を過ごせそうです。ベッド脇にはカップ、冷蔵庫。こちらの押し入れはクローゼットとして使用されています。この時期はまだ袖のない羽織物でした。浴衣やカゴバッグが用意されています。カゴバッグの中を見てみます。フェイスタオル、歯ブラシセット、コットン綿棒、
旅靴下、バスタオル1枚、色違いのカゴで人数分用意されています。カゴバッグの脇には金庫、空気清浄機、ソファーはお膝が痛い方にも嬉しいです。最初には人数分のふかふか座布団の用意がありました。テレビは少し小さめです。お茶の用意もあります。温泉まんじゅうも用意されていました。入り口付近に戻ります。こちらは洗面台、カップ、ティッシュ、ペーパータオル、ドライヤー。こちらはトイレ、こちらはお風呂です。湯巡りができるので使用しませんでした。シャワーもあります。ケア用品はポーラ、タオルハンガー。部屋を出てエレベーター前には浴衣が用意され、サイズ変更も可能です。さて大浴場に向かいます。まず蛍あかりの湯、日あかりの湯に向かいます。窓から見える景色が美しいです。松の井さんの温泉は年月をかけ熟成された極上の生温泉、自社所有の4本の源泉から引き湯した加水なしの天然温泉、四季の自然をめでながら豊かな湯の恵みに浸かって贅沢な時間を過ごすことができます。石灰岩層の地層を長い年月をかけ浸透し、地熱でゆっくり熟成された極上熟成温泉、癖のない柔らかな温泉です。こちらには貸し切り露天風呂が2つ用意されています。カンテラの湯、星空の湯、こちらは蛍あかりの湯。松の井の小川と自慢の庭園に見え隠れする蛍がテーマのお風呂。本物の蛍が育ち、光を放つ時期と蛍を模した演出照明で一年中点滅する明かりと小川のせせらぎを楽しめるお風呂。男女入れ替えになり、内湯、露天風呂、立ち湯、壺湯がお楽しみいただけます。ミストサウナ女湯、サウナ男湯、ナッピングルーム、水風呂男女各1個、日あかりの湯、熟成温泉は細胞の老化を防ぎ、体やお肌の調子を整える手助けをしてくれると言われています。送空の湯、聖画の湯、無双の湯、ライトアップされた幻想的な夜の温泉は夕食の後ご紹介いたします。チャンネルを変えずお付き合いくださいね。こちらは
源泉湯の宿松の井さんの明かりが灯った夜の様子です。こちらはお部屋から眺める日本庭園のライトアップされた様子。素敵な雰囲気のこちらは館内に設けられた休憩スペースの一つです。夕食の時間になりました。夕食会場もとても広いです。こちらのお席に案内されました。ファミリーでお越しのお客様が多いので、お子様グッズが多く用意されています。信頼できる生産者の無農薬食材で安全、新鮮、美味しいが松の井さんの食へのポリシー。お料理の味はもちろん、食の安心安全に対しても一つ一つ食材にこだわって提供されています。ビュッフェは社長自らが生産地と生産者を厳選したお料理が並んでいるそう。品数豊富なメニューなので、好みの料理を選び、誰でもお腹いっぱい満足できる。五感で味わう確かな満足をお楽しみいただけます。スイーツやソフトクリームも女性やお子様にも大人気。大勢でお世話になる場合、好みを合わせるのも大変ですが、これなら安心です。源泉湯の宿松の井ビュッフェ、ステージキッチンからお届けするおもてなし。匠の職人たちが春菜地菜を美味しく調理するライブクッキングです。今や希少となった天然本マグロ寿司も提供されています。豊洲市場直送天然本マグロは職人が真心を込めて一貫一貫握ります。天ぷらは揚げたてサクサク、とても評判が良かったです。上州の自然豊かな環境で育てられた上州牛、お好きな皆さんは何度も並ばれていました。いっぱい食べました。ごちそうさまでした。お土産コーナーにやってきました。種類豊富に用意されていて、見ているだけでも楽しいです。お土産屋さん前のラウンジでもまったりされている方が多かったです。少し外に出てみます。こちらでは記念撮影されている方が多くいらっしゃいました。
ライトアップされた幻想的なお風呂に行ってみます。松の井さんの温泉は太古の地層を時間をかけてゆっくり流れた源泉ミネラルがとても豊富な温泉。源泉を空気に触れさせないよう油田の底から源泉を湧き上がらせる。本物の温泉の素晴らしさの中に使っていただきたいという松の井の心を形にされた温泉。源泉を4本所有する温泉は源泉かけ流し自社所有の温泉。ゆったりまったりとろとろ温泉に癒されました。おやすみなさい。おはようございます。静かな朝です。朝食の時間です。朝食も夕食と同じレストランです。朝カレーです。切り干し大根、春菊の白和え、めかぶ、ひじき、ハム、焼き魚、筑前煮、ゼンマイ煮、きのこあんかけ、卵焼き、ネギトロ、笹かま、イカの塩辛、しらす、明太子、のり、納豆、揚げまん、目玉焼き、コーンスープ、パン、クロワッサン、バターロール、新鮮フルーツ、トン汁、お味噌汁、おかゆ、白米、こちらのマシン、並ばれている方が多かったです。絞りたてフレッシュなオレンジジュース、とっても美味しくって、これはおすすめです。朝食も種類豊富に楽しめました。ごちそうさまでした。今日は残念ですが曇り空、今にも泣き出しそうなお天気です。チェックアウトは10時、
帰りの時間です。いつもですが帰るのが寂しいです。源泉かけ流しの温泉で湯巡りを楽しめました。大満足。ステージキッチンのビュッフェ、久しぶりに大勢で楽しむことができました。源泉湯の宿町の井、いかがでしたでしょうか。大切な方とのご旅行、日程が決まったら YouTube 動画をご覧になり決定されることをお勧めいたします。今回は6名、夕朝食付き85,897円、1名14,316円の旅でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。明日も良い日でありますように。